はい、夢田チャンネルです。今回はね、僕はね、以前からの石膏を使ったね、こう袋ね、こういうのを作って、障害者の作家さんのね、販売してくれるお店で、展示販売しています。今もね。だから今は袋からちょっと天然石ね。天然石こういろいろあるんですけどね、こうね、ね、片手でもね、これを使ってネックレスで、ネックレスのつなぎの部分はマグネットになってるんでね、片手でもできます。取り付けね、もうこう回してここで磁石がペッと引っ付くんで片麻痺でもできます。であとはこのまあこれ全部素材が天然石なんですよね。まあじゃあね、全部天然石ですね。であとはこういう竹の節を使ったこんなカエルさんとか、こういう木で掘った犬ね、これはね、この2つはちょっとサンプル用に買いましたね。これから山行ったら竹とかたくさんあるんで、こういうちょっとのもやっていこうかなと思ってます。まあ時間があれば、今はね天然石を使ったネックレスを中心に作っていますっていうか、これからなんですけどね。この前ね、お店の方にサンプル品として2つ持ってったんですよ。だから即ね、販売してほしいっていうことで、もう値段交渉もして、まあまあいい値段に設定してもらったんでね、ちょっと今気合が入ってお店の方にね、ちょっと仕入れに行ってきましたね。まあ片麻痺でもね、少しずつなんかできることを見つけてね、それが趣味じゃなくてそうやって収益とかにつながるようなものであればね、継続して続けていけるんで、それがまたリハビリになって、日常生活でもね、いい感じで生活を送れるに違うかなと思ってね、いろんな意味でね、だから今ね、まあ引いては動かないけどね、まだ現状の方はね、以前と同じように動くんで、何かね、片手でできるもん皆さん探して、ね、喜びをそこに見つけてください。以上です。では次回の動画で会いましょう。この辺に作品の写真載せておきますので、また見てください。では次回の動画で会いましょう。